シルクさんはここにいるんですけど、配信始まる直前に来ました。から起きてます。ゴロゴロやってる。乙女さんは寝てます。寝てます。こんばんは。サイン入りのトランプカード当たったようだって、おめでとうございます。これで私一押しだね。ハートいっぱいクッキーありがとうございます。あれだよね、ファンクラブ SK48 ファミリーの何ていうんだっけ、応募して当たる抽選のなんか、なんていうんだ、すごいです。そう、一人しか、多分一人のメンバーにつき一人しか当たらないので、とても運がいいです。ありがとうございます。大切にしてやってください。ちょっとあれしか言えない、申し訳ない。全然頭が回ってないですね。リンボースター、ハート、スペースシャトルだるま、ありがとうございます。なかなか当たらないんだそれ、嬉しい。なんか同じ人がずっと当たるとかさ、身近な人が当たってたりすると、あ、私のだけは応募者が少ないのかなって悲しくなっちゃうじゃん。これだけ悲しんでくれてる方がいるってなると、結構な人数私を選択して応募してくださってる方がいるんだなって思いますね。嬉しいです。当たらないのはね悲しいんだけど、応募してくれる人の数は嬉しいです。私にとっては音符、ハートだるま、ありがとうございます。手伸ばしてる。そっか、書き初めも申し込みがあったんだね前。そうだ、書き初めってさ、私あれ夢の実現って年始に時間がない声で書いたんですけど、あれがもらえるってこと？まああれも受け取ってほしいけど、ちょっとのが変だったから新しく書き直したかった。あれ最初にね、マネージャーさんに、まあ、私の担当じゃないマネージャーさんに、これ誰かに、ファンの方にプレゼントするものじゃないですよねって聞いたら、あ、違いますよってきっぱり言ってたから、あ、じゃあいいやと思ってたのに、なんかいつの間にかプレゼントのものになってて、え？みたいな。びっくりした。やめてよ、もう。確認する人間違えた。絶対あの時からもう決まってた。もう。やっぱ自分の担当マネージャーさんに確認するのが一番なんですやっぱり。しかもそこできっぱり言われたらさ、あ、はい、そうですか、ですよね、はいってなっちゃうじゃんやっぱり。ハートありがとうございます。まあでも脳以外はうまく書けたのでいいです。でもね、ちょっと墨汁の染み具合で穴が開いちゃってる部分があるんですよ、文字のどこかで。それでもいいよっていう方、まあもう申し込み期間とか終わってるとは思うんですけど、届いたら誰か教えてください。
誰の元に届いたのか気になる。ハート、ありがとうございます。あとは何だろう、今のところそれぐらいかな。トランプ、書き初め、書き初めが今あるってことはそれが最新だもんね。確かに。クッキー、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。今日は何分までやろう。でももうメールも送り終わったので15分後に終わらせなくて大丈夫です。里川さんに聞こえなかったなんでかな。ハートありがとうございますうん、悔しいから今さっき里川さん配信やってたんでちょっと長い時間見てました。コメントはしてないけど悔しいからどこにぶつけてんだって感じなんだけどうーん、そう、小窓じゃない、ちゃんとルームに入って、もう初見じゃないので出ないんですよ。自分とライバーにしか表示されませんっていうものはコメント欄に。ハート、ありがとうございます。なんか自分がどんどんおかしくなってる気がする。ちょっとどうしよう、やだ。それはもう会えないのがダメなのだからおかしくなる。そりゃそうだわ、みんなと一緒。みんなも私に会えなくて、私と会えない期間こういう気持ちになってくれてるのかなって考えたら愛おしくて仕方ないのね、私は。一緒ですか？違う？違ったらちょっと寂しいな。ハート、ありがとうございます。あ、なってる？よかったかおちゃんのゆずさんしてるから大丈夫。あ、慣れてる方がいらっしゃいますね。最高ですハート、ありがとうございます。なんだ、みんな一緒か、よかった、安心しました。この方もですね、結構愛強めでそうですね、私に特大の愛をいつもくれますね。飛びますねドミちゃん、おはよう。あの来ました、今日の乙女さん。まだ寝起きで頭が起きてません でももうここにいます。じゃん、ねえ、乙女。足めちゃ伸びるやん、かわいい。ハート、ありがとうございます。じゃん、あ、見なくっちゃったハート、ありがとうございます。そう、テロップにも書いたんですけど、明日の夜7時から愛のホログラムの現地でトーク会、握手会、ツーショット会の5時販売が始まるんですよ。もう5時販売、早くない？なんか
5時販売が始まるって言っても、あの 日付によって開始が違うんですけど、とりあえずはさっき一番最初にあるのは3月の頭初日にある16、17かな。やっぱ思ってたより早いんだ。気のせいかなって私思ったけど、やっぱ気のせいじゃなかったんだ。アメちゃんありがとうございます。そう、次の明日からの5時販売は枚数が決まってなくて、そう、先着順なのでお気をつけてください。まあ、すでにもう買ってくださっている方は本当にありがとうございます。ね、完売があったら嬉しいです。はい、はい、みんなが会いに行きたいって思ってもらえるように日々考えてます。今年は特にずっと考えてるかも。そう、今さっきも X で投稿した写真見ましたか皆さん。まあ、メールでも言ったんですけど、私を押してくださってメールを受け取ってくださってる方にももちろんああいう写真は送ってるんですけど、当たり前に遠見の方は大事にしてて、一番にね一番にだよやっぱり私のファンの方をまず増やすことも大事なので、 X にも載せてます。あの写真は待ち受け画面にしてね。我ながらなんかあれいいなと思って、自分のフォルダで終わらすのはなんかもったいない気がしちゃってて載せちゃった。もうちょっと画質が悪いのは申し訳ないですね。設定し直します。あみちゃんフフフ、大丈夫だよ、ありがとう、ありがとうね。そう、気づいてる人いた、あのバッグに無駄の先生ついてるんですよ、マスコットキーホルダーと、バツマルくんのケースにその中にも無駄の先生が入ってるカードが入っついてて、それはまあギリ見えてないんですけど、松丸くんと無駄の先生のコラボ、サンリオと陶芸暗記のコラボが前あって、それがあったからつけていったんですよ。気づいてる人いたんですけど、気づかなかった方ズームして見てみてください。クッキーありがとうございます。今日で340、ありがとうございます。そう、私バッグにつけるキーホルダーとかマスコット系はね、テーマパークとかなんか場所に行くときに絶対に変えてる。そのメインに行く場所に関係あるマスコットに毎回行く前にとか前日に変えて、ルンルンで出てるの家を。なんか写真を撮るわけでもないんだけど、なんか気分が自分的にも上がるし。変えてるんです、可愛いんだ。でも無駄の先生のマスコットと写真撮りたかったな、サンリオで。撮るの忘れちゃった、なんかもう必死だった、何か自分の写真撮るのに必死だった。あと楽しむことを。ハートありがとうございます。本当はあのマスコットに松丸くんの着ぐるみとかが最近売ってて、
買おうとしたんだけど全部完売で、そうゲットすることできなかったの、悔しかった。多分もう売ってないどこにも、ショックです。私がやってるようにみんなも連れてってね、私のアクスタ生写真、缶バッジ、あとなんだそれぐらいか。あ、トリカだ。トメちゃん、トメちゃん、あ、そう、今日お仕事終わってちょうど一緒のお仕事が、あれカイニャンと中坂と一緒で、そうトレカ今回のシングルのね記念グッズのトレカと缶バッジを自分のいただいたので写真を撮りました。しまっちゃった、ちょっと出すか。するぐらい可愛かった。なんか漏れてる感じがした。あれ缶バッジがない、バッグの中か、これ。でもちょっと顔長く見えたまあこれは完璧に衣装の問題ですね。これノーマルがこれ、レアがこれ、ハートがついてるキンキラの。もうこれゲットしてくれたのかな、みんな。届くのがあとちょっと。そうレアのハートかわいいの、反射してなんか映っちゃいそう。上にしとこう。外川さんの欲しい。これみんな携帯裏とかに入れてくれるのかな、入れる予定。アメちゃんハートありがとうございます。15に届く予定なの、え、だいぶ先だね。そう写真いい感じ。え、これランダム、チーム別で。ピント絶対合う、無理です。でもほぼこれはねあれと一緒、生写真オンラインサイン会で書いたものとほぼ一緒。指ハートしてるこれ。あ、ランダムなんだ。そうなの。アメちゃん結局まださ、キョッピーに渡してないんだけど、余った予備のチェキと生写真。忘れてた。でも明後日あるんでね、明日明後日か、時間がない公演。そっか、みんなランダムだから現地で会ったファンの方とトレードするんだね。トレードとかしたことない、してみたい。アメちゃんありがとうございます。リスキーだから何でも買わない。でもねその気持ちもわかる。そうなんよ、私なんかそう特にそう運ないから絶対に当たらないの。でもその覚悟で買って友達とかに交換してもらうのかな、もし私だったら。もう大変だよね、自分から絶対会場にいてもさ声かけられる自信ないもん。緊張しちゃう普通に。
でも地引きしたい気持ちもわかる。大変。トレード自体が楽しいっていう人もいるんだ。珍しい。ランダムだけどラブサイが当たるってなんて素敵な。なんて素敵な。ね、ラブリーさんとまたちょっと TikTok をね新しく撮りたいと思ってるんだ。撮れるかな16日。でも意外と時間なさそうだな。おるーさんが初めて出演してくださる日なのでリハも多分長いのでできたら撮ります。何をするかは決まってません。でも今流行りの曲あったよね、なんかみたいな。絶対わかんないよね。誰かがやってた S キミちゃんとかやってたかな、ソロで可愛いアイドルさんの曲を振り付け。え、猫ミームさ今めっちゃ流行ってるじゃん。私さ作ろうかなとか考えちゃった動画、内容は外川さんと会えない期間の自分。もうそれしか面白いの作れない今の最近の私事情は。ずっとあの可愛いスコティッシュみたいな子猫が頭抱えてニヤニヤ泣いてるのを使ってるのが浮かぶ。でその中に乙女の動画を入れても多分みんな気づかないと思う。絶対気づかないよ、似てる。え、絶対面白いよね。ちょっと作ってみようかな、できたらだけど。私どの猫好きかな、それこそ頭抱えてずっとニャニャ泣いてる子猫も好きだけど、あの子が好き、白系の猫ちゃんでカリカリのご飯をすごい美味しそうに食べてる子。あの子大好き。あんな綺麗に音鳴るぐらい噛んで食べる子なかなか出会えない。うちの子全然いません。噛んでるけどなんかあの子は絶対一粒一粒噛んでるぐらい綺麗。シャム猫いたっけ。え、喧嘩してる猫はもう音が痛そうすぎて。踊ってる子も可愛い、ぽっちゃり系の。まあ、全部可愛いんだよな猫だから。結局ねみんな可愛いの。ずるいよね猫ってさ、なんで何しても可愛いだろうね。許せちゃう、ずるい。何しても可愛いんだよ人間ね。限界あるじゃん。ちょっとあるじゃん。猫ずるいな。まあ推しメンだったら何しても可愛いって言ってくれる、思ってくれる人はたまにはいる。ハートありがとうございます。はい、今割と綺麗に音立ててご飯食べてる乙女聞こえる。急に聞こえなくなっちゃった。今噛んでません。
き声だ今の。噛んだ音ってすごい気持ちいいよね。綺麗ね、基本丸飲みだからね、かわいいだから猫ミームのあのカリカリご飯食べてる子はいい子ですねこんなに綺麗な音出るなんて。シルクどうだろう、あんまでも気をつけて聞いたことないかもしれない。これから聞いてみよう。クッキーありがとうございます。え、そう、猫ミームのヤギ大好き絶対使うことないと思うけど、 あるか。猫ミームって言ってるのにさ、ヤギが出てくるのびっくりするよね。唯一猫以外の子じゃない、あのヤギが。面白い、あれクッキーありがとうございます羊が出てる、あ、羊？ヤギ？いや、作りたいな。ストーリーがあったらいっぱい作れる。作りたい。そういう編集さ、時間がすごいかかると思うけど、細かい作業好きなんだよな、やるの。前にさ、私が東山動植物園に行った時にリール動画を作ってインスタに投稿したじゃないですか。あれもすごい時間かかったんですけど、何時間かかったかはもう忘れちゃったんだけどねでもずっと楽しかった。見るたびにさ、やっぱここ変えたいとか、そう、大変だったけど楽しかったハト、ありがとうございます。作業がそう好きなんだよな。さあ、養子出ればいつか動物公園の治りそう。そうだ、前言ってたね。克服とまではいかないけど、確かに慣れてほしいな。私がね、ちょっと過激すぎる動物を乗せすぎちゃったり好きって言うから、ちょっと時間かかりそうだけど。ハト、ありがとうございます。バレンタインに公演なんでないんだろう。確かに今年ね、なかった。 K2 公演あると思ったのに、惜しかった。16でした。15は鉄の。ハト、だるま、ありがとうございます。バレンタインなんもない、どこも公演なくて。みんなは明日もらうんですか。一応仕事、火曜日、違う、水曜日、明日。明日水曜日だ。ああ、週の真ん中公園あったら5時出遅れてたからだって。確かにありそう。7時からだけど公演中だもんね、平日の。サイリウムスペースシャトル、ありがとうございます私は誰からももらえません。え、みんなもらえるんだ、いいな。職場でとか、上司からとか。へえ、いいな。バレンタインの売る方、待って、大変。え、でも幸せな気持ちになりそう。自分はもらえないって分かってるけどさ、売る方なら。でも買ってくれる、買う人はさ、どれにしようか悩んでる時点で絶対ウキウキな感じがオーラから出てるわけじゃん、表情からも。幸せもらえそう
いいものを私からも提供しちゃいそう。クッキーありがとうございます。さあ明日誰とも会わなさそう。会わないです、悲しいことに。今日だったら会ったんだけどね明日は会わない、悲しいね。誰か訪ねてくる私のうち知ってるのおしゆきさんとラブリンさんしか知らないからな来ませんね、確かに塚尾さんと会えたら絶対会えないからな。ハートありがとうございますそっか、もらえるのかみんな、いいな。レッスン場行けばでも確かに誰かしらに会いそう。でも手持ち持ってないよ絶対、みんな会えると思ってないから。えお母さん私お仕事って言ってた、絶対会えないじゃんもうそんなの終わりうん、レゴちゃんフフフ、油断してると会えることあるかな。私街中でメンバーにあんま会ったことなくて、私が普段からあんま周りを見ないように歩いてるからっていうのもあると思うんだけど全然会わないの。たまたまふと顔上げた時にメンバーと会ったことは数人いる、でも2人2回ぐらいしかない。レアですね結構。レインボースターありがとうございます。こんばんは、こんばんは。この前体温寝的なのもないです、言われない。同じチームあんまないんだよな、他のよく会う、会ったことあるのがチームエースの人かな。確かにメンバーと会って地味に確かにすごいわあんな大勢人いる中で会えるんだもんね。オーラが出てるの、出てるのかな。多分私は消してるからないよないよあれ、乙女がいない、へそ手にしてるベッドの下で確かに歩くのは早いな、歩くの早すぎて私疲れるもん本当に。疲れたと思って歩くペースをちょっと緩めてゆっくり歩くんだけど、それでもいつの間にかまた歩くスピード速くなってて、無理なのもスピード速いのに慣れちゃってて、ゆっくりな人に合わせられないのやばいよね、せっかち。せっかちですか大型って。大型はそれは関係ないフ
大型特有のものってなんかよく大雑把とか言うじゃないですか。あ、大雑把、あんまり今まで言われたことないな。何があるんだろう。おっとりなの？大型って。大型かなってやっぱ時々不安になるけど、前長坂と一緒に献血いた時にちゃんと大型って出たから大型なんだよな。 O プラスねO プラスでした。本当にプラスがついてた。でもなんか安心した、ちゃんと大型って自分で目で確認できたから。目献血行きたいんだよな、また。親、ちょっとどっちかいつも忘れちゃうんだけど、 AB で O、 私私かいにゃん、中坂の旧規制、大型トリオ、その3人なんだ。大型少ない。意外、そうなんだ。A と B が一応入ってるから A 寄りでもあるのかな。 B？ どれ？ゆみちゃん、ゆみちゃん、猫、ありがとうございます。 B 型っぽいって、 B 型ってどんな感じ？B 型ってなんだ？几帳面？あ、乙女かわいい。これです。どうしたの？何でだの？一人で。そっか。ひとみちゃん。危ない。危ない。待って。キョピのところ邪魔したらさあやちゃんの配信見てた。待って。ここ最近さ、配信しながら見てない？何喋ってるの？無言？キョピちゃん？キョウちゃん？あ、乙女の話してる？だって、よかったね。乙女も会いたいね。無言で見てる。待って、恥ずかしい。これはもうコラボ配信するしかないよね。でもコラボ配信ってね、一回切ってコラボ配信用のボタンを押さないとできなくて、今すぐにはねできないんだよね。そうなの。しかもここの半分になるよね、ここで。なんか漏れないってよく聞く、コラボ配信。あ、確かにラグもあったね。キャさんとか西さんとやった時、すっごい名前出しちゃったやった時すごかったな。自分のね、個人のルームでのコメントしか見れないし、お互い何の話をしてるか分かんなくなっちゃうんだよね、たまに。
そうなの。面白い。クッキーありがとうございます。会えないから寂しい。かわいい。だって今日公演だったんだよね。リス公演大変。そう、最近鉄のいないからさ寂しいんだけど、でもいないのは寂しいんだけど、体調面を考えるとちょっと安心する気持ちもある。誰目線って感じなんだけど。ね、体壊れる前にストップがちゃんとかかっててよかった。待って、本当に見てるんだね。え、15分だけコラボ配信できないかな。ちょっと終わりの時間を決めないと。やるなら。できないかな。一回切らないといけないんだよな、お互い。しかも私ずっと前からもうやってないからやり方わかんない。待って、スンスンからお知らせです。だって通知。何スンスン、お知らせって何？ボンゴロボン。スンスンどうしたの。写真も動画も今なかったよ。文章かな。引用リツイート。めっちゃ気になる。スペースシャトルありがとうございます。そう、スンスンは通知取ってる。まあ数人いるんだけど通知取ってるの。ネットでのグッズ販売がなくなるって。だってめっちゃ重大な発表じゃん。どこで買えばいいのじゃあこれから。大変じゃない結構。アメピしたいって言ってる。そうやりたい。あれ一回もでもないよねキョッピー。あ、休止なんだ。全部なくなるわけじゃないんだ。スンスン、わー安心した。スンスン大事だよ。おしみしやるってっていうコメントが。キョンピーと会うたび その話がねちょいちょい出るんですよね。かわいい。やる機会いつかあるのかな。大きいコンサートあればいいけどね。こんばんは。こんばんは。さやにやけ癖あるからね。そうダメなんだよ。絶対にできないの。ラブリンさんと里川さん。でもキョッピーとももし本当にやるってなったら絶対私にやけちゃうの。クッキーありがとうございます。誰とでもにやけちゃう。絶対に恥ずかしさがね勝っちゃうんだよね。そう、多分禁じられた二人でもそうなっちゃう。
なんだろう、何があるかちょっと分かんない。2人のユニットあれも絶対無理だね。リターンマッチ K2 のユニットでやってたでも人によってはまあ多少はある。ラブリンさんは仲良すぎて一瞬え、なんで二人でやってるんだろうっていう面白さが勝っちゃう。なんか一瞬素に戻る瞬間があってそれで笑っちゃうのナオさんはシンプルに照れるルカさんもやったことあるんですけど、ルカさんはイケメンすぎた、なんか全部がナチュラルすぎて、でも本当に引っ張ってってくださってる感じがすごくて、まあニヤケもしたけどニヤケよりも気が引き締まったというか、でもやばかった今日私の話しかしとらない。え、本当にさ15分だけできないのかな、今更感ある。私携帯がこれしかないから聞けないの、ちょっとみんな聞いてくれませんか、2人のお話を。多分どんな話になるか分かんないけど。できないかな、キュッピーやったことあるのかな、配信でコラボ配信。よくさ一つの端末ではやったことあると思うんだけど、あめちゃんありがとうございます。嘘、やりたいって嬉しい。一回切ってみようかななんかさ、一回切ってどっちかが、ちょっとやだ遊んでる、この子申請を送るんだよね確かハートありがとうございます。本当やる、申請送ってみよう。一回切ってみるね、みんな。ちょっと後で会いし、お会いしましょう。